ート走っています。361号線、さてどこに行くんでしょう。私たち僕たちはどこ行くんですか。いや分からないです。どこ行くんですかねこれ。本当にみんななんか聞いても知らない知らないって言うて、今日は拓平さん本当に誘っちゃいましたからね。ちゃんとエスコートしますよ。はい、どこに行くんでしょう。ワクワクドキドキです。これはほんまにこれまださっきなんかもっと狭い道やって、もう1台分ぐらいですよね。そうですね。対向の人があと何台来るんですかみたいな感じで言うてはったけどこれはすごいパノラマでっかで、これはほんまにさっきも言うてたけど暑いだけなんちゃうんかなこれ。ほんまにでも長野県民で、はい、もう初めて通りましたよねこの道。あ、そうなんすか。へぇ、あんま来ない方ですよね。え、でもやっぱり近いんですか、こっからこの向こうの方っていうか、なんか峠を越えると。峠越える、いや自分本当に分かんないんですよね。おー、だからもうついていくのがままです。そうっすよね、すごいでこれほんまに。信濃路総工会、信濃路総工会、あらもう。いや来週大丈夫ですか、休みの休校。そうですこんなとこで遊んでて大丈夫ですかなんかさ、あの朝泊まったとこありますよね、はい、何やったオートレス、オートレスの木曽路、はい、あれちょっと行った安曇野っすよね。安曇野、そうです遠いな言うて心配になっちゃいますよね。おお、これはすごいな。バスばっかりもかっこいいね、やっぱり。そうですね、バス3台、バス3台で前は何台いるのか全然わからない。全然もう最後尾ですからね。すごい、このメーターがほら見えるかな。すごいスイッチとかがほんまに。あー、すごいです。峠ばっかりっすよね。そうですね、もう通ったことないですからね、まず道ですよね。すごいな。結局これ何台やるんすか。15、6台。15、6台はいるっすよね、多分いますよね。そうですね、いやいや、俺晴れ男です。俺晴れ男ですよ、わりかし結構晴れ男なんで。安曇野急行だから雨ですかね。ああ来週どうなんですかね、あの気温は。来週気温はなんかもう去年とかなんか言ってたらもう寒寒くって、もう寒いですよね。防寒対策やっぱ必要ですよね。ああ去年、はい、ちょうどね季節の変わり目ぐらいですよね。イベントやらはるときは、うん、そうですね、すごいです。だんだん登る、ここらほらこんだけのとこ登っていくにはもうすごいで、これほら、おうおう、いや行けるんかな総公開言うてもこれ高速道路全然走ってないしね下道やしね、ひたすら山道と。これはこれはもうすごいすごいことになっています。登る登る、ずっとひたすら登る。あー、これはこれみんなオーバーヒートしないんすか。まだちょっと気温低いからあれなんですけどね。
バスは大丈夫ですね。で、実はめちゃくちゃ力あるんですよ。あ、そうなんですか。そうです、めちゃくちゃ力あるんですよね。へー、だから全然なんかやばいかなと思ったけど、やっぱ登るっすもんね。バスって速いですもんね。そうですね、自分のバスもなんか全然高速なんかも速い速いし、唯一ね、なんかね、僕のあれはあんまりブレーキがあんまり効かないっす。ああ、そうですか。はい、ブレーキがもう全然っていうか、なんかあんまり効かないっすね。なんかバスの運転手さんに聞いても、あの方ぐらいはちょうどブレーキ効かへんからみたいな感じで。あ、新しいのにそうなんですね。ブレーキ効かない、曲がらない。はい、そしてあのミッションのタイムラグがあるから乗りにくい癖がある、っていう話なんか聞きますね。なんか前の乗ってはった人に聞くと、年配の。そうなんですね。はあ、なんかバスはブレーキはガッツリ効きます。ブレーキ効きます。ガッツリ効きます。すごい、これから下りや。あれ長野県飛び出ちゃったんですよ。あれ長野県から、これはどこ、あれ長野県から、あら、あら、おらららら、あらららら、ら長野県、岐阜県、入っちゃいましたよ。高山入りました。面白いですね。でもなんかこれ、俺もっと普通なんか高速道路みたいな感じで行くと思ってたんですよ、ずっと。はい、なんか走行会っていうぐらいやからこれはこれはほんなね、走行会でもトラックの走行会でこんなんないん違うんかな。多分山をひたすら走るって面白いわ。もう年齢的に枯れ葉まぐ自然につく感じですね。手繰り寄せてるんですよ紅葉ちょっと早いっすね、まだ。そうですね、はい、またもうちょっと、なんか紅葉今年遅いみたいですよね、かなり。ああ、そうなんですね。はい、なんかあのこっちの関西地区は12月ぐらいになるんじゃないかって言ってましたね。ああ、でもそうですよね、最近やっとこっちも気温落ちてきましたもんね。おお、うん、ロケットバスかっこいいな。おー、すごい。今度これ頭下げたら岐阜県に降りてきました。高山市です。ここら辺もなんかあれなんかな、こう別荘じゃないけど。いやー全く来たことがないですからね。もう未知ですよね。おー、すごい。これな、何峠なんすかこれいや何温泉なのかなと思って分からないです、全然近所の人も、ご近所さんも何が撮ってんやろみたいな。ご近所さんも皆さん見てあります。何が撮ってんのかなみたいな。すげえ。バイクが大変っすよね、さっきから。そうっすよね、うん、こんなでもちょうど団体抜けたところやで、よかったっすよね。よかったですね。あんな、滑ってね、当たってきても嫌なんで、うん、まあ、スピード出すわけじゃないんで、まあね、この事故はあれですけど。ランナーに注意いう看板ある、これ。すごい。何言ってん、これ風景だけは変わりません。ずっとひたすらこんな感じで走行会です、一応これが走行会です面白いわ。前のバスついていかなかったらもう全然走行会じゃないですよね。そうですよね。これ単独旅行になっちゃいますね。そうですよね。でもトレーラーでここ通るん結構っすよこれ。あ、危な危な。あ、アートトラック来ましたよ。危な危ない危ない。はは、材木屋さんかなこれ。材木屋さんですね。アートトラック来ましたよ。材木屋さん、すごい、うん、これ
れはトレーラー同士で交わすのは絶対無理っすね。そうですね。そうやな、材木屋さんもこの頃最近トレーラーやからトレーラー来るっていうの、これでもまさか冷凍機ついたトレーラーがここを通るとはねえ、かっこいいですね。かっこいいっすまさかもうほんまにこれは 急ぎの荷物が乗ってるんかなみたいな。すごいな。でもこれこのさっき見てたら、はい、あと50キロかなんかって出てたと思うんですよ。はいはいはい。多分本当このスピードで50キロとかやったらかなりかかりますよね。ですね、かかりますよね。すごいな。やば。おうおう。はい、またこれで壮行会撮りたいと思います。